来週末のマイクラバーサスでオンリーちゃんが超有名な方々と同じチームになってめっちゃ緊張してるらしいですが、ドズルさん自身はどう思いますか？どう思いますかって言ったの、ね、いや僕もでもね、なんかねドキドキしますよね、こっちまで。はい、そうね、いや楽しみですけどね。でもね、ヒカキンさんとかシャカさんと同じチームでしょ、ドキドキしちゃいますよ、ね、でもまあまあまあベストを尽くして頑張ってほしいなと、応援するだけです。はい、まあ、今回オラフ君も出場しますからね、オラフ君もオンリーもそれぞれ別のチームだけど、まあ、ベストは尽くして、まあでもね、なるようになるでしょ。はい、いやメンバーえぐいですからね。でもさ、結構さ、正直な話さ、結構どこのチーム勝つか分かんなくないですか？割とどこが勝ってもおかしくない、正直どっかのチーム一強にはならなさそうな感じがしますけどね。どこも強そうですよね。ヒカキンさんにオンリーちゃん認知されてるかな、どうでしょうね。この前でもね、一個前のマイクラバーサスで、あの、MVP だったからね、オンリー。うん。今日もご視聴ありがとうございました。よければ他の動画もご覧ください。最新動画もチェック。ドズル社の切り抜きチャンネルもぜひ。